かのうちに収まるといいんですがね。困りましたね。自分の責任でもないのになんでこうまで言われなきゃなんないんだって思ってんでしょ。正直どう思う。何が見ただろう。あれはたまたま虫の居所が悪かっただけだから。虫の居所が悪いだけであんなに発狂できないぜ。もう気が済んだだろう。帰ってくれ。大地さんにも、いえ、お姉様にも黙っていていただけますか。もちろん。お互いが真剣だったからこそお別れをしなければならなくなりました。なぜこんな大事なこと黙って言おうとした。言う必要ないと思った。お見合いを断った日に父が私に告白したの。僕はあの人を陰で支えてあげられればそれでいいと思う。少しほったらかしにしてあげた方がいいんじゃない。お姉さんのこと。どういうこと。お前だって、お前だってあの女の女は俺たちの。俺たちなんだ、俺たちなんだ、言えよ、言えよ。やめなさい。ひとくね。あんたの知らない私の秘密。姉さんの知らない。